今回は相振り飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。三間飛車。こちらは玉の囲いは金無双にしようと思います。金無双。相手も8二銀と上がってきたので相金無双ですね。まあこの辺りはお互いに普通に指すとよくある局面の一つかなと思います。これでこちらは石田流が完成しました。5筋と6筋を中心に攻めていきます。2分30秒。相手の角が浮いた瞬間を狙って技をかけに行きます。この銀捨てが好手ですね。同銀だったら7四飛車で角がタダで取れます。こちらは銀交換をして狙い通り中央を攻めていきます。この局面で4五銀だと飛車が詰んでしまいますが、5二飛車成同金6五桂とさばいて優勢となります。その局面は相手の8二の銀が壁銀で持ちこたえることができません。桂馬を跳ねて次に5三銀の攻めを狙います。この局面で5五銀だったら2六飛車とぶつけて優勢です。飛車交換すれば3二飛車から5三桂成が厳しいですね。金無双の急所である小瓶を攻めていきます。叩きの歩。6五歩6四歩の継ぎ歩垂れ歩が有名な手筋ですが、歩をいっぱい持っているため6三に歩を叩いてから6五歩の方がより強烈な攻めとなります。同歩の時に6四歩は金取りになるのが大きいですね。4一銀から技をかけに行きます。6一の香車を取ってしまえば6四の金が隠れ取れるのがポイントですね。なので香車を狙いに行くのが筋となります。この手が5三角成からの詰めろとなります。順調な攻めが続いていますね。この香打ちが決め手となります。相手は分かっていても空き王手の筋を防ぐことができません。5三角成で両王手ですね。また5五に角を引けば王手馬取り、4六角だったら王手飛車取りとなります。この局面で7二に玉を引いたとしても6二金同玉5三角成の両王手から即詰みとなります。見事じゃ。はい、今回は相振り飛車の将棋をご紹介しました。金無双に対する攻め方などご参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。